半島マレーシアの地図半島マレーシアは、マレーシアの一部で、マレー半島のマレーシア領部分と、同半島周辺の島々から構成されている、区域である。面積は13598平方キロメートル。北側では、太陽国と陸路で国境を接しており、南側では、シンガポールと国境を接している。また、東マレーシアと対比して、西マレーシアとも呼ばれている。 マラッカ海峡を挟んで西側にはインドネシア領のスマトラ島が南シナ海を挟んで東側には東、マレーシア、あるいは当初マレーシアと呼ばれるボルネオ島北部が存在している。半島マレーシアにはマレーシアの人口の約8割が居住しており、2015年でその人口は約2500万人である。半島マレーシアは11の州と2つの 連邦直轄領によって構成されている。半島マレーシアの地図マレーシアとは、村湯の国の意味だが、この、村湯という言葉自体は、サンスクリット語で、山脈のある土地を意味する、マラヤドビパを語源としている。これがマラヤに転じて、スマトラ島の似た名称の河川の名前となって著名となり、東インド諸島周辺を指し示すごとして広まった。1963年に、 マレーシアが、マラヤ連邦、北ボルネオ、英領さらわく、シンガポールが合併して成立。この時にはフィリピンもかつて、マレーシアと呼ばれていた地域であったために、マレーシアの名称を使うか考えたという。半島マレーシアは、西マレーシアあるいは、マラヤとしても知られていた。使用頻度としては、半島マレーシアが多く、西マレーシアの後は東マレーシアと別の国家であるかの、 ように思われるため、マラヤの語は、イギリス領時代の意味合いも含むためにあまり、用いられなくなった。しかしながら、どの故障も間違ったものではなく、マラヤの語も現在でも、行政機関名などに見られ、例えば、マラヤ高等裁判所、マラヤ大学、マレー鉄道を挙げることができる。なお、マラヤの語には1965年に独立したシンガポールも含まれるが、 マラヤの州の語にはシンガポールは含まれない。昨今でのマラヤの語の使われ方としては、冗談めかしながら使われることがほぼ全てで、ジェムパーサツマラヤのように用いられる。半島マレーシアの住民の多数はマレー人によって占められ、宗教はイスラム教が多い。しかし、カジンやインド系の人口も多い。また、先住民族としてオランアスリが挙げられる。 ランドサット画像マレーシアにおいて、東海岸とは、南シナ海に面したクランタン州、パハン州、トレンガヌ州を示し、すなわち、東海岸地域と同一の地域を言う。それに対して、西海岸の語には、半島マレーシアの残りすべての州と、連邦直轄領が含まれ、北部地域、中部地域、南部地域を合わせた3地域のことを示している。なお、ジョホール州は、 南シナ海にも面しているが、東海岸に含まれることはない。また、シンガポールを含める場合は、西海岸に分類される。東マレーシアと西マレーシアは、もともとマラヤ連邦の成立以前から、隔たりのある領域であるため、地理的な範囲を超えて、顕著な差異がある。東マレーシアは、裁判制度も異なるほか、東マレーシアの州は、 本来のマラヤ諸州よりも高度な自治を有し、例えば行き来する際にはイミグレーションで旅券の提示を求められる。これらの東マレーシアの独自の権利は、サラワク州の場合は18.5位、サバ州の場合は20.5位を締結したことによって与えられたものである。ウィキメディアコモンズには、半島マレーシアに関するカテゴリーがあります。ウィキボヤージュには、 半島マレーシアに関する旅行情報があります。ありがとうございます。